アフリカオニネズミは、サブサハラアフリカに生息する、アフリカオニネズミ赤、アフリカオニネズミ族に属する、哺乳類の総称。体長25から45センチメートル、臨場の皮膚で覆われた尾の長さは36から46センチメートル、体重は1.0から1.5キログラムと大型のネズミ類である。英名は、ジャイアントパオチットラット。ラットとつくが、 ネズミ科のラット類との関連は薄く、むしろアフリカ大陸やマダガスカル島に分布するアシナガマウス科の放散した系統に含まれる。大きな放袋を持つことからその名が付けられた。繁殖形態は耐性。メスは年に10回まで出産することができるとされる。妊娠期間は27から36日。一度に1から5匹の子供を産む。メスのチブサの数は8つ。 夜行性で雑食性。主に植物と無脊椎動物を餌とし、特にヤシの実を好んで食べる。他のネズミやウサギなどと同様に食粉をする。人に懐きやすく、ペットとして飼うことができる。また、アフリカ諸国では、食肉用の動物として、重要な存在でもある。タンザニアに拠点を置く団体、アポポは、アフリカをニネズミの優れた嗅覚に着目し、 その一種サバンナアフリカオーニネズミを訓練して、地雷の探知、除去に役立てる事業を展開している。体重が軽いため地雷に乗っても爆発する。可能性が低く、金属探知機よりも高効率で地雷の探索ができる。また、人間の核探から結核菌を検出する研究も進められており、医療現場での活躍が期待される。これらのネズミはヒーローラッツと呼ばれている。 ありがとうございます。